2つ目ですじゃん。小児喘息を治すためにできたスイミングクラブこんなのあるんですか。はい、私こんなに大きな体してがっちりしますけど、はい、実は小児喘息だったんです。そうなんですね。生まれがですね、九州の福岡県北九州市八幡東区っていうところで生まれたんですが、そこにですね、よく社会科の勉強を習ってると思いますけど、新日本製鉄っていう製鉄所があるんですね、はい、今は室蘭製鉄しかないですけど、当時は私の住んでた八幡製鉄所が一番大きなところで兵器工場だったところなんです。習った、そこのですね、そこから出る、工場から出る煤煙でですね、高化学スモッグができて、ほとんどの子どもたちが小児喘息だったんですね。ほとんどそうだったんですって、なんと私たちの小学校や、周りの小学校に日本で初めて各クラス一つずつ空気清浄機が入ってました。空気清浄機、今から約45、6年前ですね。それぐらいひどかったんですね。ひどかった。新日鉄の八幡工場がですね、企業責任においてですね、住民に何とか、緩和させなきゃ、そういう還元しなきゃいけない、迷惑かけてるんで何とかしてあげなきゃいけないっていうことで、水泳が小児喘息にいいっていう話を聞き、アメリカの方から聞きつけたらしくてですね、アメリカに当時の新日鉄八幡の、水泳部の監督、黒澤俊明先生っていう方がいらっしゃったんですが、この先生をアメリカに1年間高知留学させたんですね、で戻ってきて昭和36年に日本で初めて黒澤水泳学校っていうのが始まったんです。おいらそこの出身です。はい、そこの3期生です私も喘息持ちだと思うんですから、親がやっぱり当然、喘息治すためにもこれしかないっていうことで、水泳学校の方に入れられました。それが本当に今のスイミングクラブって言われてる、基礎になってるところです。でもまあ喘息もそうなんだけども、やっぱり水泳をやることで基礎体力というか、はみんなこう鍛えられた部分もあるんでしょうね。そうですね、やっぱり体質改善されるんだと思います、きっと、それがやっぱり今はそういうスポーツ的な医学っていうのも出てきてますんで、障害を持ってる子どもたちにもすごくいいっていうふうに言われてるところなんですが、何しろ指導者がいないんですね。なるほど、私も非常に今困ってる最中なんですが、後継者っていうことで、後継者ですね。やっぱお仲間がね、一人でも多い方がいいですもんね。多い方がいいですね。私も今年実は52歳になるんですが、いや若いですね見えませんねあと10年できるかどうかですね。その間に誰かが後継者が出てきてくれないと、この障害者のベビースイミングおよび障害者の児童のですね、発達療育に関するですね、ものがおそらく途切れてしまうだろう。最近小学校とかでも学校の先生以外になんかサブ先生の必要性とか言って、地域の、お父さんお母さんがサブ先生についたりっていうケースもたまにね、聞きますけど、そういう意味じゃプールに連れてくる親御さんも一緒に入って、もう理論は出来上がってますから、どうですか、その中からちょっとコーチ要請、そうなんですけどね、プログラムせっかく神谷さん作ったから、もう理論は出来てるわけですから、それ、先生と一緒についてお母さん方もいいんですけど、お母さん方はある程度のことに関してはですね、できるようになってます。ただですね、刺激を一番与えてる高い高いね、これ男性じゃないとできないですね。そうですね、そういう意味では男性のちょっとお手伝いボランティアしてくれる方、若い人来てくれたらいいですね。学生さんとか来たら嬉しいでしょ。そうですね、2年前にですね、北大、歯学部の方から一人ですね、半年ぐらい来てくれたかな、女性の方で、でも結局、彼女らはですね、卒業してしまうと、卒業しちゃうんですよね、就職があるんですね。フェイクスブックでも今一緒に見てるんですけども、彼女の場合は出身地の群馬県に帰りました。で向こうで病院の方に勤めてみたいですね。いい経験になったと思うんですけど、そんなわけで高い高いできるような、そうですね、男性ボランティア大募集でございます、理論はしっかりできてますから、一緒に水に浸かってるだけでいい運動になると思うのね。だからぜひ問い合わせいただきたいと思います。では、3つ目のキーワードに行きましょう。3つ目のキーワードです。